山崎、再来週の原稿の件なんだけど、明日朝一で取ってきてくんないかな。誰をですか？常井嗣人先生。あの日、俺は出版社の罠にはめられた。編集部の山崎と申します。原稿を受け止めに参りました。常井先生。次は山崎です。山崎博士。この部屋は外から施錠されると中からは開けられませんから。そんなバカな。どうでしたか。いや、なかなか面白いでしょ。